SDGs をテーマに、市内の高校生とドイツの高校生がオンラインで研究を進めるプロジェクトが始まりました。プロジェクトに参加するのはスーパーサイエンスハイスクールに選ばれている浅香高校の生徒と、郡山市と都市間協力連携を結ぶドイツエッセン市の高校生です。高校生たちは SDGs をテーマにグループワークを通して研究を深めながら、語学力の習得や先進地域の取り組みなどを学びます。オンラインでの交流ではクイズ形式で互いの地域の名産品や学校生活を紹介しました。1対1で話せないっていうのは本当にすごく残念なんですけど、でもその代わりとなるようなこうしたイベントとか活動の場を設けてもらえるのはすごく嬉しくて、そのありがたいと思います。高校生たちは定期的にオンラインで交流し、来年3月に最終報告会を行う予定です。農業に意欲的に取り組む生産者に授与される郡山市農業賞の表彰式が行われました。今年度の郡山市農業賞を受賞したのは、浅香町の遠藤昭夫さんと福山町の株式会社中田農園で、品川市長から賞状などが贈られました。このうち遠藤さんはコンピューターを活用したスマート農業を実践し、郡山産の高級ブランド米浅香米887の栽培に中心になって取り組んでいます。より美味しい米、本当に生産、これが少しでも認められ、我々仲間本当に嬉しいと思っています。誰が食べても美味しい米、それを目指しています。郡山市農業賞は1970年に始まり、農林水産業の発展に意欲的に取り組み、顕著な業績を上げている個人や団体などを表彰しています。相手の立場に立った行動ができる人材を育成するユニバーサルマナーセミナーが開かれました。ユニバーサルマナーは、相手の年齢や性別などに関係なく思いやりを持って接する行動です。講師の薄葉幸恵さんは耳に障害があり、自らの経験をもとに障害者との接し方について講演しました。薄葉さんはマスクをしていると口の動きが見えないため、聴覚障害者は苦労していると述べました。みんなそれぞれができることとか、やらなくてはいけないこと、気にしなくてはいけないことが何なのかなということを今日は学びたくて、ちょっと出席させてもらいました。周囲にこう気を配るというか、困っている人がいたら助けたいなと思います。市はこうしたセミナーを通し、誰もが暮らしやすいユニバーサルデザインの街の実現を目指します。